はい、皆様こんばんは、第335回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、昨夜からですねちょっと雪が降りましてですね、この松代の周りの、ちょっと小高い山なんですが、雪でちょっと白くなっているという形です。まあ今はですねちょっと落ち着きましてですね、少し暖かいかなっていう感じな松代でございます。今日のですね、ゲストをご紹介いたしますけれども、第ですね、エコールド松代2017松代春祭り、ね、実行委員長の吉川純一さん、それから松代城イベント部会の統括責任者でありますマリオ雅子さん、続いてウォーキング部会の統括責任者の加山敦美さんにおいでいただいて、この春祭り実行委員会のですね実行するそのPR っていうんですかね、概要を お話しいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ初めにですね、吉川さん、ちょっと説明お願いできますでしょうか。はい、皆さんこんばんは。春祭り実行委員長の吉川と申します。今年の春祭り新たな企画からちょっとご紹介いたします。はい、今年はですね4月の8日9日の2日間で行われます。はい、そしてですね、今まで本丸内は飲食禁止だったんですけど、はい、15年ぶりに本丸内で飲食ができしてもいいですよってご許可をいただきましたので、ぜひですね皆様も夜桜を楽しみながら、はい、お酒を酌み交わしていただいたらありがたい、はい、 そうですね、そんなふうに思っております。はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、まあ、この実行委員会の組織運営みたいなものですね、ちょっとご説明いただけますですかね。はい、この春祭りは松代観光推進機構の下で、はい、春祭り実行委員会を計画されております。はい、企画されております。はい、この春祭り実行委員会には8つの部会からなりまして、はい、総務部会、会場部会、交通部会、明かりの演出部会、松代城イベント部会、ウォーキング部会、出展ブース部会、観光ガイド部会、この8つで構成されております。はいはい、ありがとうございます。そうしましたらですね、8日9日ということで、8日の日のですね9時から行われます、信州松代ウォーキングの関係ですね、統括責任者の加山さん、お願いいたします。はい、今年でですね、はい、14回になる信州松代ウォーキングですけども、去年は大半の真田丸で大変松代にぎわったんですけども、はい、今年はですね真田ゆかりの地を巡るということで、特に松代三山と言われているところの神原道山、佐久間道山、山田道山、道山ですかね、これらのゆかりの地を巡ろうということで、13キロコースと、そしてまた8キロコースと2つに分かれて、はい、参加をしていただくようになっています。はい、まあ、一応700人くらいを募集をかけているわけでございますけども、はい、参加費が1000円ということで、はい、当日になりますと1200円とかっていうことでちょっと割高になりますけど、はい、そうですね、はい、ぜひ事前の申し込みをお願いしたいんですけども、はい、回るところはですね、まず真白城をスタートしながら、うん、そしてですねこちらの方の、ゆかりの地ってことですので、例えば、長国寺とかですね、はい、まあ、いろんな町内のお寺を巡りながら東城の安図を見るコースが13キロコース、うん、ということで戻ってきて町内のぐるっと回っていくわけですけども、うん、例えばですね大林寺なんかは神原東山とか、山田行山のお墓があるところでございますし、そしてまた、蓮城寺ですかね、蓮城寺なんかは佐久間象山のお墓もあるといったようなことでもって町の中を回りながら最後にお城にたどり着くといったコースでございます。また 8キロコースの方はですね、こちらの町内のぐるっと回って清野の方にも出向くといったらちょっと珍しいコースが予定されております。非常にですね歴史的な文化遺産のたくさん
楽しめる、また春の花を楽しめるコースでございますので、ぜひ大勢の皆さん方にご参加いただければありがたいと、そんなふうに思っております、はい、で申し込みの先ですけども、はい、電話番号は 026-267-5818 026-267-5818 新種真っ白ウォーキング事務局まで問い合わせください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。募集期間がですね、もう募集が始まっておりまして、4月の3日月曜日当日申し込みも可能だっていうことなんですが、まあ、できるだけ早めに申し込んでいただければいいですね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。それではですね、今度は続きまして、真っ白城のイベントの責任者であります、マリオさん、ちょっとお願いできますでしょうか。はい、はい、真っ白城のイベントをご紹介したいと思います。今までもずっと行ってきております明かりの演出ですが、今までは筒絵明かりでろうそくに火を灯したものをやっておりましたけれど、大きな青風が吹いたりしますと、せっかく描いていただいた筒絵が燃えてしまったりというようなことがありました。今年はおかげさまで LED の電球が用意できたそうですので、そちらで灯しますので、皆さんに楽しんで、より一層楽しんでいただけるかと思います。それから場内もライトアップいたしまして、先ほど吉川実行委員長からお話ありましたけれども、夜場内でライトアップされた中でお花見宴会ができるということになります。はい、それから8日9日2日にわたりまして、例年通り二の丸に、北側の土手を、背にしまして舞台が作られまして、いろいろな松代の伝統芸能や、お子さんたちのダンスなど発表が行われま す、ね、少しご紹介したいと思いますけれども、はい、8日は先ほど加山さんの方からお話ありました通り、9時に、ウォーキングがスタートいたしました。あと、はい、10時から、真田勝どき太鼓の影武者の演奏、そしてジャズ演奏です、 MMF の演奏が午前中はあります。でお昼近くになりまして、大門踊り保存会の大門踊り、それから松代甲冑隊の皆さんに、舞台でちょっとパフォーマンスをしていただいて、その後は、真田節霧の川中島の踊りませんかの踊り、そしてその後なんですけれども、コカリナサークルカッコーさんの演奏、そしてハッピーサークル松代のダンス、はい、でハーモニカアンサンブルさんとレッドウィングさんというハーモニカの演奏が続きまして、はい、でその後もコカリナの演奏がまたあります、はい、で今年珍しくフォルクローレというアンデスの風という方たちが演奏してくださいます。で8日の舞台の最後は膝倉太鼓の皆さん太鼓で終わりますね。でそれから9日の日曜日なんですけれども、はい、こちらはやはり10時から木遣松代会の皆さんの木遣から始まりまして、朝10時20分40分と両方ともお子さんたちのダンスなんですけれども、松代ペッピーズさん、それからナチュラルムーブメント321の皆さんの本当に元気なダンスが見れます。その後松代小学校合唱部の皆さんの合唱、実はもう6年生新しい年になりますので、はいはい、変わってはいるんですけれども、28年度松代小学校の合唱部はとてもいい成績で、はい、NHK コンクールは北進で金賞で、その後県大会行って銀賞をいただき、はい、それから SBC のコンクールでは選ばれましてね、東京まで演奏に行ってこられた合唱部なんです。でその皆さんが歌っていただいて、はい、その後、その後小学校の合唱部の皆さんも一緒に大人も混じりまして、これは松代音楽協会や文化法で歌う会に所属する団体が主に、はい、合唱の団体の人たちと、はい、それからもう一般市民の皆さんも参加できるんですけれども、はい、春祭り合唱団として松代に割と関わりのある童謡を中心に春の歌を歌います。はい、はい、そして、小生会という、舞踊の皆さんの踊りがありまして、そしてアンサンブルインズの4名で、四重小ですね、男性2人女性2人の、アンサンブルがあります。
その後はまた、午後は賑やかなんですけれども、はい、三宅太鼓長野愛好会の皆さんの太鼓、それから青森吹奏楽団の皆さんの吹奏楽、はい、青森吹奏楽団の皆さん昨年も出ていただいて、はい、でその後七福太鼓という太鼓の演奏、はいはい、でまた最後はまた町路甲冑隊の皆さんが締めてくださるということになっております。で先ほどお話ありました通り、8日の、まあ、膝倉太鼓の演奏が3時ごろ終わってしまうんですけれども、その後あの点灯式があったり ね、はい、しますので、はい、あの夜までまたあの賑やかになればいいなというふうに思っています。で舞台 の、 あのイベントはそんなところですかね。はい、わかりました。あとあれですかね、この中で、まあ、ライトアップもやってます、はい、ライトアップ先ほどお話しした通りやってますね。でその他あの関連事業も少しご紹介していいでしょうか。あのその期間だけではないんですけれども、はい、8区だけではないんですが、はい、2017松代写真コンテストの巡回作品展、はい、これあの写真選果の皆さんが、はい、あのやったんですけれども、その4月1日から15日の間は山寺定山亭で、はい、展示されています。それから東城があの杏の花がやはり、ね、松代城が桜が咲く頃っていうのは、はい、東城の山手に本当にピンクに綺麗に杏が咲くんですけれども、うん、その杏の花の杏祭りがやっぱり同じ時期にやられますね。そしてあそこにもあのお店が出たり、それからなんかあの演奏なんかもあるそうです。あ、はい、それから松代京運京の焼き物巡りといいまして、うんうん、東城の杏の花の咲いているところに3つ の、 あの焼き物の窯があります。で、はい、でそこでいろいろ焼き物巡りができます。はいはいはい、それから、春の写生大会っていうのが一周遅いんですけれども、はい、次の土日に、松代城を中心に写生大会が行われます。はい、一応そんなところでしょうかね。はい、はい、今年のメインっていうのは先ほど言いました、はい、あのお城の中の本丸でっていう形ですね。そうですね、はい、もあの中でもね、今まで全然ダメだったところが一応 OK になったって、やっぱりそれもね、はい、あの皆さん努力していただいて、はい、ね、やれるようになったっていうので、ぜひともあれですね、そういったところの今まで真っ白城の中で、ね、宴会やったりとかっていうのを経験された方がいらっしゃるので、そういったところ皆さん来ていただいて楽しんでいただけると一番いいんですけどね。そうですね、あのお城の中で本当にあの、はい、実は、例年もねお弁当を持って行って食べたりっていう方がいるらしいんですね、うんうん、であの本当は飲食行けないんだけれども、はい、そうですね、やはり係の人も、うんうん、やめてくださいってなかなか言えなかったっていうようなお話もありますし、まあ私たち子どもの頃はお城の中で本当にあのお花見をしましたので、あの今年それができるっていうのはあの皆さん町民の皆さんにとってもとても嬉しいと思うんですけど、はい、まあぜひそういった形でね、まあ、あの今回もそのなんですかね、その絵のあのなんですかね、絵明かりね、あれも今度はちょっと特殊なあれで、ね、はい、ろうそくじゃないよっておっしゃってましたね。はい、うん、あれもまたやっぱりあの皆さんの中で火事になっちゃいけないみたいなのもあるだろうし、う、ね、消えちゃったから昔一生懸命こうやってましたもんね。そうなんです。今回はちょっと違うやり方でっていうので、はい、そうですね、まあ、新しい、ね、少しずつ新しく変わっていくっていう形 であの絵がね、町内の小学校や保育園幼稚園にお願いして描いていただいてるということで、結構いくつぐらいって言いましたですかね。400ぐらい、はい、結構あれですね、見応えがあります。そうですね、うん、だ結構あれですね、点灯式っていうのも、はい、あの見のせて、はい、そうですね、あの点灯式には市長さんもおいでになっていただけま す、はい、はい、ですから皆さんもぜひ点灯式にお集まりいただきたい な、うん、なるほどね、そんなふうに思っております。はい、また本部にはお花見用のシートも用意してございますの で、はい、です、遠慮なくお使いいただいて、はい、夜桜楽しんでいただきたいと思います。でもいいですね、こういうその
夜桜楽しむっていうのもね、ただ見るんじゃなくてそこで食べ物持って食べられるっていうのがいい、ね、そうですね、お酒も飲めます、あお酒も飲めるいいね、いいですね、本当にお花見ができる、ね、あそうですね、うん、今年はだけどちょっとした今までと違った、ね、新しい試みという形で来てますので、はい、まあ皆さんで楽しめるかな、まあでも皆さんもね一緒になって楽しめればいい、あのなんですかね、こういうお祭りっていうんですかね、はい、花祭りがで春祭りができるねっていうふうに思いますけどね、はい、まあ、皆さんの中で、まあ、一言ずつ、まあ、あのなんですかね、どういう形でその自分の気持ちっていうのをちょっと言っていただけるとありがたい、ね、そうですね、やっぱりあの楽しくね参加するっていうか実行委員会の皆さん方自身も楽しみながらですね、はい、大いに春を満喫したいなというふうに思いますね、はいはい、ありがとうございます、はい、そうですね、はい、あの大勢の皆さんにおいでいただいて、はい、実は桜がちょっと遅れ気味だそうですけれどもあの花より団子っていうこともありますのであのぜひ、8区においでいただいてまず、はいはい、お楽しみいただきたいと思います、はい、じゃあ最後に吉川さんよろしくお願いします、はい、本当にこの春は百花繚乱、もう桜も咲いてればもう本当にあらゆるお花が咲いてますよ、こんな美しい信州松代、うん、ウォーキングで楽しんでいただきたいと思いますので、はいはい、ご参加よろしくお願いいたします。わかりました、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、まあ、あのお三方においでいただいてですね、いろいろお話をお伺いしました、これがまたね大成功に終わるように心からあのお祈りしております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。はい、では予告です。ただいま番組内でもご紹介いたしましたが、4月8日9日松代春祭りが行われます。なお8日の日は信州松代ウォーキングも開催されますので、皆さんぜひぜひお越しください。伊田君、はい、来週ね、あのあそれではね、今までで、はい、三田さん一番若くない？若いです、ね、若い、一番、ね、松代テレビね336回かな今日で、だけどもね一番若いんですよ、ね、すごいね、なんか一番若いからなんか一言ある？いやじゃあアドリブすいませんね、もうアドリブ専門なんでね、ごめんなさいね、はい、ということで来週なんですけども、こちら持ってくれるか、はい、はい、実はね、あの豊坂でね、豊坂活性化委員会をね立ち上げまして、その委員長さん、井出君、はいね、どういう組織なんですか？ですね、うん、豊坂地区活性化委員会はですね、うん、あの豊坂地区を拠点にして、うん、あの奉仕活動などを通し、うん、いろんな奉仕活動をしてる、はい、ゴミ拾いなどですね、主には、なかなかできないね。素晴らしい。あと他にも何かやってるんですか？他にはですね、公園の整備とか、うんうん、それから草取りなどを行っております、うん、素晴らしいことっきりだね。それで、はい、今回はなんか4月にマラソン大会を計画するそうなんで。そうですね、うん、どんなふうに、ね、今年のですね、4月30日にですね、うん、水上山で、うん、第1回水上山春マラソンということで、うん、山のてっぺん走るの？あ、はい、うん、これです。ああこれね、はい、じゃあこれをじゃあやってね、はい、はい、ね、これがそうですか、はい、これが、ポスターになっていました、うん、はい、水上山まで、ふもとから水上山まで走るって感じ、うん、何キロぐらいあるんですか？ですね、約 2.2 キロで、はい、じゃあ皆さん参加できますね、はい、それでなんか、はい、募集、あ、私水上山登ってくるんだぞ、あ、登る、はい、了解です、はいはい、だめ、私はダメだそうですんでね、年寄りはダメだって言ってますよ、はい、だけどね、私はいいですよ、出ますよ、
お願いします。そうですよ、はい、はい、まあいいや、それでなんか募集してるそうなんですけども、はい、ですね、うん、ランナーとですね、あとボランティアスタッフをですね、うん、募集してまして、うん、ランナーの方はですね、うん、締め切りが、4月の20日、うん、で、ボランティアスタッフの方はですね、4月の10日に締め切りとなっております、うん、で、ボランティアの皆さんにはどんなことやってもらうんですか？ボランティアの方にはですね、うん、会場、開会式とかの、うん、会場を、準備していただいたり、うんうん、それからあと係があるんですよ、交通安全係とか、うん、いろんなのが、ね、はい、あるんですね、はい、そういうのに任されて、分かりました。今日は長くなっちゃったんですけども、はい、最後にね、はい、明後日なんか取材あるそうなんですか？あ、明後日ですね、またいろいろと広報、ね、はい、活動やって、はいはい、何の取材、明後日は？ですね、明後日、うん、では、長野市民新聞の方にですね。すごいね、引っ張れたことだね。はい、というようなことで、ボランティア、はい、そしてあとは出演ね、出演じゃねえや、出場、はい、ね、ぜひ皆さん、振るって、ご参加ください。それでは、来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに。